えへへ。あら、大妖精様、こんにちは。怪しい奴も、こんにちは。えい。うわ。お？えへへ、暑かった？何？何今の？何されたの？お、なんか話しおる。はい、プーさんとあゆな。めっちゃ歌いよりやん。おお。いいね、いいね、いいね。ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。ほい、それじゃあ。さあ、みんなに料理をお任せで。おお、なんかずっといい感じ。このメンバーになってずっといい感じじゃない？ご飯。お任せなのに。お任せなのに。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。はい、スタート。来い。来い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 。あああああ。はい、ペア旅行券 B クラス。さあ、じゃあこれを、アイナとプーさんに、それじゃバカンスへ。レッツゴー。さあ、ワイワイガヤガヤと、賑やかな旅行を終えまして、二人は旅行を楽しんだ。ちょっと疲れたね。でもよかったー。よかったんならよかったよ。ふふ。ほい、それじゃあ、みんなにお小遣いを。あー、MP 飴だけ。それはちょっといいかな。ふふ。はい、それじゃあ出発しましょう。行くぜ。今回見た目的には何も変わってない、けど。ふふ。誰か一人を料理で全ステータスプラス10以上に使用を達成。いいね。お、この先はもうない感じ？ってことは、お、ってことは、ここ行った方がいいんかな？どうなんかな？まあ、とりあえず、出ましょうか。とりあえず出て、はい。え、もう一人の、その、フランやっけ？は、どこにいるの？あ、大妖精様、助かったのね。よかった。何を話してるの？え、よそ者のおかげ？そうだよ。だから、よそ者とか言わないで。うおー、フラン様。フラン様が大変なことに、僕が助けてあげたい。でも、無理だよ。怖いよ。大妖精様、頑張って。めっちゃ人事にしか見えないんだけど。おー、大妖精さん。本人いるよ、目の前に。うわ、大妖精さん。大妖精さんが帰ってきた。よかった。よかったー。おー。めっちゃファンやね。やばいね。むはー、ココアちゃん。ココアちゃんが村にいるんだ。むはー、お話ししたい。お近づきになりたい。お近づきになりなよ。君らエルフなんだから大丈夫でしょう。きー。大妖精の三姉妹が大変ですって？私の時代が来たかも。とか言ってる場合じゃないわね。ごめんなさい。武器死んで、ん？武器、ごめんなさい。不謹慎でした。いえいえ。ぐったり。なんだか騒がしいな。何かあったの？ま、どうでもいいけどね。じゃあ聞くな。えへへ。あら、大妖精様、こんにちは。怪しい奴も、こんにちは。えい。うわ。お？えへへ、暑かった？何？何今の？何されたの？謎が。あ、大妖精姉ちゃん。フラン姉ちゃん、見つかった？ちょっとあんた、大妖精姉ちゃんをちゃんと守ってよ。うるさいな。じゃあ、とりあえず、
まあ、行ってなかったところ行ってみようか。大樹の森。ん？これもしかして初めての場所？かな？今のムービーがあったってことは。あ、初めての場所だね。ちょっとびっくりした。暗くて不気味なところだね。私たちエレフも近づかない森です。とても怖い場所。ここにお姉さんが？はい。怖いけど、行かなきゃ。フラン姉さん、無事でいて。そして普通についていくやつ。どういうことや。大妖精の服いけてる。いけてるんかな？ちょっとわからんけど。でもとりあえず全体的に可愛い。お、そろそろ着きそう。はい、着いたー。あっという間。ずっと暗かったね、ここ。あ、行くかと思ったのに行かんかった。お、来たよ、来たよ。お、新しい仲間が来たみたい。元気な子も一人増えたということで、頑張っていきますよ。はい、来たー。花、フィックル。私が最後かな。そう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 。花のフィックルだよ。遅くなったけど、これからは遅れないようついていきます。フィックルが仲間に入った。花のフィックルだよ。花の女子高生、みたいな感じ。はい、じゃあフィッコーちゃんは、メグちゃんと同じ部屋で。さあ、とりあえず料理を提供していきますかね。お任せ。あー、ダメだったかー。あたしとプーさんがダメだったか。ほい、それじゃあ、ゲームコーナーでルーレット。ドクロの玉。ドクロの玉は、あー、あれか、プーさんか。さあ、来い。おーっと、経験値ちょっと。でも経験値ちょっとなら、これはちょっとね、プーさんに、私、プーさんじゃないよ。フィッコーちゃんに渡していきましょう。はい、オッケー、レベルアップ。ちょっとでもレベルアップ。はい、フィックルはレベルアップ。新しい技何も入らなかったか。はい、それじゃあ、お小遣い。いらないのみんな。MP 飴はスルーするからね。はい、それじゃあ、フィッコーちゃんを加えたこの4人メンバーで出発していきましょう。さあ、行こう。さあ、どの辺にいるんだ？長女は。とりあえず必ず宝箱のところには寄るやつ。行くか。行ける気がする。行こう行こう。大妖精の秘密知りたい。何なの？そんなに秘密がいっぱいあるの？まあ、エルフやもんね。まあ、なんか謎だらけな人種やとは思うよ。おはよう世界。いいね。頑張って。みんな頑張って。あー、体力。キャー、弱いよー。今のこの状態やとするとね、もうボスは夢のまた夢みたいな感じやし。これは頑張っていきたい。おはよう世界。お。ついてないのか。ありがとう。なんか横めっちゃボコボコ穴ばっかり開いとったけど、あれは一体大丈夫なの？何の穴なのあれは。大丈夫かな？大丈夫よ。ごめんね。謝る必要ないよ。敵だから。うい、やったね。おはよう世界。やったね。お、フィッコーちゃんレベルアップ。フラワーを覚えた。花の香りで仲間一人の HP を回復する魔法。
はい、ボーナス経験値がプラス54ってことで、さてどうしましょうか。この二人、とりあえずめぐちゃんレベル8へ。はい、オッケー。グレムリンのおやつ美味しそうすぎか。めっちゃ美味しそうやったけど、普通に。はい、開けます。これのためにこっちの道へ来たんです。しかし、拾ったのは100ゴールドを。やば。さあ、行くぜ、行くぜ。お茶飲みたい。お茶は今日は入ってないんだ。はい、どうすか。桜の花が入っていた。お、フィッコーちゃんがこれで桜に。いいね、なんかめっちゃいろんな色があるんやけど。このオレンジのやつちょっと気に入ったけん行く、これで。裏側若干汚かったような気がするけど今、大丈夫？はい、宿屋を見つけた。もう、がっつり、たっぷりお茶を飲んどいて。今のね、持ち物の中にはね、お茶はなかったからっていう設定に勝手にあらしがいしてる。結構気になる。二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？大丈夫ではないです。お、なんか話しよるめっちゃ。ほい、それじゃあ。ここでフィッコーちゃんとメグちゃん。では引き続いて、アイラのモノマネしまーす。ドキドキ。お、マジで？お、おはよう世界。あはは、似てるー。いや、これでね、声付きとかならね、もっといいんやけどね。はい、それじゃあ、ゲームコーナーで、ルーレットを。さあ、来い。来いよ、来いよ。お？なるほど。なるほど、ドネルケバブ。ありがとう。違う違う違う。ほい、それじゃあ、みんなに料理を。料理さっき食べたっけ？食べたような、食べていないような。え、でもみんな待ち構えとるけん。ほら、食べよ。ほら、食べよ。みんな満足とか、めっちゃ珍しい。やったね。はい、そして、お小遣い。はい、あゆなが、占いフライパン。占いフライパンは一体どんな感じなの？なんか、浮かび上がってくるんかな？助言みたいな。あ、でもこのファンシーな空気。いいね、なんか統一されとる感が。はい、めぐちゃん。分度器の奥義がついにやってくる。はい、来たー。え、でもこういうの別にね、ネタで持っとったことが結構普通におった。普通におったし、全然可愛い。ほい、それじゃあ。このメンバーで出発しましょう。料理人の武器、フライパンを5種類集めよう、達成。料理人の武器。物理的な意味での武器。それじゃあ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。